も。どうその後ゲームの調子は。やっとルールを飲み込んだとこさ。ねえ、私にも一杯くれない？兄ちゃん、聞こえるか？兄ちゃん、聞こえるか？あなたって本当、何も聞こえ。でした。もう一度。何もかも知ってるね。全然。誰あの男。そんなこと聞かれても私困るわ。それとも答えるのが嫌なのか。ご覧よこれ。うん、何なのこれ。何かの暗号見た。そう、サイファー式のね。それで、これを12時間以内に解けって言うんだ。解けそうなの？解かなきゃ君を殺すってさ。私を殺す？信用しないの？これを解かないと君を殺すってあいつ言ったんだよ。あなたがそう言うだろうってあの人言ってたわ。どうして僕がこんなところに閉じ込められていると思うんだよ。それを解くまであなたはここを出られない。私が知ってるのはそれだけ。いいじゃない、やればいいお金になるんだから。そう言ってた？そうよ。嘘だよそいつは。だってそう言ってたもん。なんだって君はあの男の言うこと聞くの？好きだからよ。あなたそんなこと言って私を脅かして警察行かせようと思ってるのね。それもあの男からそう言われたのかもしれない。素直なの、それともおとぼけがうまいの君は。そこが私の魅力かしらね。らしいね。気をつけた方がいいよ。あの人の言うことを聞いてお金にするのね。ん？そうね、言ってたわ。あなたの言った通りに。ステラ、なんだよその顔。でもあの人私のことをとても心配してくれてるみたい。だからそれは君を脅かそうとしてさ。まさかあなた私を殺しゃしないわね。ステラ、何を言い出すんだ。信用していいの？飼い主が可愛いペットを手放したりすると思うかい？君は私の可愛いペットだよ。でも嫌ならそれでもいい。君の勝手さ。用があったらまた電話してね。すぐ来るわ。
何かご用でしょうか。テイラーです。クロネンバーガーさんのお宅はこちらですね。クロネンバーガー、アサージー・サイモンの屋敷でございますが。133じゃありませんか。うちはそうじゃございません。ここは143です。そうですか。それはどうも失礼しました。どういたしまして。指揮だって。組曲指揮です。リチャードのアパート行った時もそれがかかってましてね。リチャードの大好きな曲なんですよ。そのうちでもそれが聞こえたんだな。そうなんです。単なる偶然だと思いますか。その曲を聴くのがリチャードだけじゃあるまいし、それよりダブリンの方はまるっきりですよ。その線はリチャードに考えがあって、それでわざとそんな小細工を浪したんでしょう。まあそれはともかく、次はどこを押す。また例の子、ステラ・キリンです。なんだい、緊急の用って。サイモンよ。サイモンがどうした。怖いのよ私。誰だって初めての任務はそうさ。笑い事じゃないわ。誰がそう言った。サイモン、私を消そうとしてるのよ。とにかくそういうわけだから二度とあんなところ行きたくないの。君のそういう気持ちもわからないじゃないけど、やはりあそこへは出入りしなくちゃ。いやよ、私はもう本当にサイモン私を殺そうとしてるんだから。もうフライパンは火にかかっているんだな、ハザウェイ。ちょっと待ってちょうだいよ。君こそ待て、ステラ。ねえ、いいかい、君の前立てだからって何も君がやることはないが、でも手をつけたからには君が最後までやらなきゃ。だったら初めからやらなきゃいいんだよ。そりゃだけど。これは遊びじゃないぞ。そうだよ、任務だぜ。ねえラブグローブ、もしよ。いいからステラ。もし私。いいから黙って聞け。なんだ。ガレージ。落ちたの。そうね、国が緩んだんでしょ。きっとそうだろう。